毎度おなじみ雄大コープ代表取締社長の三浦雄大と申します。皆様お久しぶりでございます。ですね、前の確かミススプラナショナルの日本大会以来のアップだと思うんですけれども、今日はですね、テーマを変えて放送したいと思います。よろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、こちらでございます。見えるかな。今日はですね、千葉県の東成田駅にも来ております。でですね、今日はですね、まあ見えないと思う、今日は東成田駅のスカイライナーホーム公開イベントを来ております。あのですね、東成田駅はですね、実は昔あの平成成田空港が出て1978年にですね、成田空港がまあ開業したわけなんですけれども、その際ですね、この東成田駅はですね、昔成田空港駅として利用されておりました。でですね、でその後平成3年1991年まで使われまして、で今はですね、ただの京成線のホームになっております。で今年はですね、成田空港の開業40周年ということでですね、なんとですね、スカイライダーの昔のホームがですね、約27年ぶりですか、公開されるということで、ちょっと興味本位でしてみました。でいろいろちょっとホームの内装とかもちょびっと放送しながら打ち合いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずこちらからまずご覧ください。はい、ではこれから入ろうと思います。はい、入りました。はい、こうなってます。でこれからちょっと僕はあんまり映りませんが、いろいろ中を中心に撮りたいと思います。はい、ここが中です。案内板が上の西馬込くらいですね。でここはね、これがですね、なんだ、日本ライナーズクラブ、なんかクレジットカードですかね、の表記があります。でここがなんか、あそこになんかコンビニみたいなのがあります。なんか機械が結構むき出しとこだったんですね。あとそんなもんですかね。これからホームを降りたいと思います。はい、ホームです。ここにですね、成田空港って書いてありますね。でですね、これ何かスペーシアで、スペーシア、端で見えないかな、感動感触の特急スペーシアで行く日光鬼怒川って書いてますね。確かこのホームがなくなったのは1991年ですから、まだスペーシアが登場した頃だったんですね。わずかになんかちょっと半身で見えないかな、個室が映ってますね、この通り。はい、まあ、未だにスペーシアはインターチェンジに残っております。でですね、あとはどうなってるんだ、昔のやっぱポスター多いですね。やっぱりウェルカムトゥジャパンみたいですね。ここスカイライン、昔はスカイラインの写真があります。いや本当になんか古風な感じがしますね。これ何か撮るのがあったかな。ちょっといろいろ流します。あとですね、これ昔のスカイライナーの乗車駅が残ってるんですね。これもですね、なかなかリアルですね。はい、これはなんとですね、昔の旧 A 団地下鉄の路線図です。普通に残ってますね。これなんか普通にイベントとかでなく言ったら結構高値つくじゃないですかね。あと本当1991年の3月時点ですよ。まだ副都心線や南北線が書いてありません。当たり前です。あとですね、有楽町線の見えるかな、永田赤塚、永田成増さんですけど、今はそれが民営化されてなく
今は地下鉄赤塚地下鉄になりますなってます。とても貴重な遺構です。なんか出ちゃいます。現状の電車としては普通に走ってます。はい、引退はしません。はい、ただいま見学終了しました。あのですね、まあ結構懐かしい雰囲気は感じたと考えております。あと気づいたことがあるんですけれども、なんかあの案内板で中国語がなかったという点ですね。で今は空港で結構中国語あるじゃないですか。なのでその時代のギャップがやっぱ感じられましたね。やっぱ当時はそこまで中国人はあんまり来てないっていうのを想定してたんで、やっぱり英語を中心にして、で今はあの中国語とか韓国語とか結構空港にあるので、あーやっぱり今の時代のが空港の案内とか充実してるなって感じましたね。はい、でホーム公開の動画はこれで終わりします。はい。